今回はコナンがよくやる行動がどれくらいの罪に問われるのかを発表します。コナンの魅力といえば鋭い推理と派手なアクションです。しかしコナンの行動には現実にはやってはいけない法に触れている可能性のあるものが多いことも事実です。もしコナンがこのままのスタイルで探偵活動を続けていけばいつか警察に捕まってしまうかもしれません。それだけは絶対にあってはなりません。ということで今回はコナンがよくやっている行動を10個ピックアップし、それぞれが犯罪になるのか、そして犯罪になるとすればどれくらいの罰が科せれるのかを調べてみました。まずコナンは小学1年生で、工藤新一だとしても高校2年生なのですが、今回は少年犯罪ではなく刑事事件として考えました。また被害者との間で示談は成立しないものとします。そして原作コミックスの発売日は様々ですが、今回は2021年1月の時点での法律を参照しました。なお僕は法律の専門家ではありませんが、ネットの情報をもとに調べてみました。1つ目、時計型麻酔銃の使用。コナンはよく麻酔薬が塗られた針を人に向けて発射して人を眠らせています。これは人の生理機能や健康状態を害していますので傷害罪となります。主に小五郎安の子が被害者となることが多いですが、群馬県警の山村警部に対して行うこともあり、この場合は公務執行妨害も加わります。傷害罪は15年以下の懲役または50万円以下の罰金、公務執行妨害は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金となります。おそらくコナンが最も行っているであろう麻酔銃の使用がここまでの罪になるとは驚きですね。2つ目、キック力増強シューズを用いた破壊行為。コナンはよく自分のキック力を増強させた上でサッカーボールなどを蹴り、人や物にぶつけています。キック力を増強させた状態で蹴られたサッカーボールは木を倒したり鉄のドラム缶を破壊するほどの威力があり、そのことはコナンも心得ています。つまりコナンは人や物に対してそれほどのダメージを与えることを意図して故意にサッカーボールを蹴っているのです。これは傷害罪や器物損壊罪となります。傷害罪は15年以下の懲役または50万円以下の罰金、器物損壊罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは徒労となります。犯人と同時に自分も逮捕されてしまわないように気をつけていただきたいですね。3つ目、事件現場でうろうろ。コナンはよく殺人事件が起きた現場で警察官が作業をしている横をうろうろしています。殺人現場を動き回るという行動は公務執行妨害なのではないかと考えられます。警察官が犯罪捜査を行う上での心構えを記した犯罪捜査規範の第86条によりますと、警察側としてはコナンのような現場を荒らす人物は一刻も早く現場から遠ざけないといけないのです。ただこの犯罪捜査規範はあくまでも警察官が捜査を行う上での心構えですので、コナンのような一般市民には適用されません。ただもしも警察官の制止を振り切って無理やり捜査を続けようとしたら、それは公務執行妨害となり3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金となります。ただコナンはこの子がいると事件がうまく解決するという警察からの信用があるので、最近では現場から出ていくよう警察から言われることはほとんどありません。だからといって皆さんはむやみに事件現場には近づかないようにしましょう。4つ目、住居侵入。コナンはよく少年探偵団たちと一緒にお化け退治や劇の練習といった理由で勝手に他人の邸宅や廃ビルに侵入して遊んでいます。お化け退治や劇の練習はこういった建造物に侵入することの正当な理由とは言えないので、これらは住居侵入罪となり3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。少年探偵団と活動するときはしっかりと見守ってあげてほしいですね。5つ目、声を変えて有名人の名を語る。コナンはよく蝶ネクタイ型編成器を使って自分の声を変え、毛利小五郎という社会的名声のある人物になりすまして自分の推理を披露しています。同じようなケースで自分の推理を検証するために小五郎に頼まれたと言って警察官に必要なものを用意するよう命令します。これはなりすましや詐欺、名誉毀損に問われるのではないかとも考えられます。しかしコナンの場合、小五郎の声になりすました結果誰かの財産を犯したり警察に迷惑がかかっているわけではありません。そして小五郎の名声を下げているわけではなく、むしろ高めていますので名誉毀損になる可能性も低いようです。だからといって皆さんは自分の声を変えて有名人になりつますのはやめましょう。6つ目、探偵団バッジによる通信。コナンはよく探偵団バッジというバッジ型の小型トランシーバーを使って通信しています。これによる遠距離通信で情報を集めてコナンが事件を解決するケースも多数あります。しかし実は一定以上の強度を持った無線機を勝手に作って使用することは電波法という法律によって禁じられています。
そのようなことをしてしまえば他の多くの人の通信を妨害してしまい、場合によっては社会的混乱を招いてしまいかねないからです。この探偵団バッジには総務省からの許可を受けた印である自適マークがついておらず、半径 20km というかなりの遠距離でも通信可能なことから明らかに電波法に違反していますので、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、そしてもし公共性の高い無線局に妨害を与えてしまった場合は5年以下の懲役または250万円以下の罰金となります。コナンに様々なアイテムを作ってくれる博士はとてもありがたいのですが、顧問弁護士をつけた方がいいと思います。7つ目、盗聴。コナンはよくメガネのつるに隠した小型盗聴器を使って情報収集を行っています。これは盗聴なのではないかと考えられますね。実は盗聴そのものは犯罪ではないのですが、もし盗聴器を仕掛けるために勝手に家に侵入すれば住居侵入罪、電話回線に盗聴器を仕掛けて情報を集めれば有線電気通信法違反、盗聴によって知り得た情報をもとに他人を脅せば恐喝となりますが、今のところそのようなケースは見られませんのでセーフとなります。だからといって皆さんはむやみに盗聴するのはやめましょう。8つ目、未成年飲酒。コナンはかつて大人の姿に戻るという理由でパイカレという酒を飲んでいました。これは風邪をひいたコナンを見た服部平次から渡されたのがきっかけです。これは明らかに未成年者飲酒禁止法に違反しています。しかしこの法律ではお酒を飲んでしまった未成年者に対する罰則は規定されていませんので、コナンは注意されるだけで済みます。ではコナンにお酒を飲ませた服部平次はどうでしょうか。未成年者飲酒禁止法によれば未成年者の飲酒を止める義務があるのはその親権者や監護権者となっていますが、服部平次は親権者や監護権者には該当しませんので罪には問われません。とはいえ飲酒は20歳になってからです。そして未成年者にお酒を飲ませるのは絶対にやめましょう。9つ目、ターボエンジン付きスケートボードでの走行。コナンはよくターボエンジン付きスケートボードで歩道や車道を走行しています。以前別の動画で考察したように、このスケボーは法律上は保安基準に適合していない原動機付き自転車として扱われます。保安基準に適合していない原付きを走らせた時点で3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、そしてコナンは車の免許を持っていないので無免許運転となり3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。ちなみにこのスケボーは映画ではよく登場するものの、原作で活躍したのは実質1回だけです。その回ではコナンはスケボーに3人乗りしたり、ホースをひったくったり、バスの側面を走行したり、そのバスの乗客の顔面をスケボーで踏んづけたり、車に追突したりととんでもない所業を行っています。原作でスケボーの登場が少なくなったのもうなずけますね。10個目、麻薬の使用。最後にコナンはかつて麻薬を使用したことが一度ありました。それは7巻に収録されているピアノソナタ月光殺人事件でのことです。現場を調べていて見つけた白い粉をペロッと舐めて一言、これは麻薬、舐めただけで麻薬だと分かるのも怪しいですが、とにかくコナンはここで麻薬を舐めてしまったのです。ただ一口に麻薬といってもどの薬物のことを指しているのかは定かではないので、これによってどの法律が適用されるかは分かりません。もし覚醒剤であれば10年以下の懲役、 MDMA であれば7年以下の懲役、指定薬物であれば3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科となります。捜査のために薬物の知識も必要だということは分かりますが、それを舐めてしまっては元も子もありません。皆さんは現場で白い粉を見つけても絶対に舐めないようにしましょう。さて今回はコナンがよくやる行動がどれくらい法に触れているのかを調べてみました。いくらコナン君がかっこいいからといって現実にやってしまうと大変なことになるものばかりでしたね。皆さんは絶対に真似しないようにしてください。他にもコナンのよくやる行動があればコメントしていただけると幸いです。ありがとうございました。